はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ジョン・リー様、ご支援ありがとうございました。あざーということでですね、何でもご支援いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。政治活動資金させていただきたいと思います。1月21日メール投資さん限定新年会定員数に達しましたので募集を締め切らせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。また花見の会であるとかやろうと思ってますんで、今回行きたかったのになっていう方は、次の機会にまたよろしくお願いいたします。困難女性支援法、施行準備で厚労省が自治体に出した通達がやばい、ひどい。自治体は女性を支援しなければならない。自治体が直接女性を支援してはならない。支援団体を通せ。つまり支援団体に金を出すことを義務付け、自分で直接手を下してはいけないですからね。新設された女性支援団体を自治体は支援してはならない。よくわかんないでしょこれ。税金集中団体の新規参入を認めないって言ってるんですね。既存の団体にしか金流せない。しかも金を流すことが義務化される。村木敦子チーム元厚労事務次官の内閣府の政策官、政策審査官の黒幕は厚労省ってことなのかな。それとも黒幕は村木敦子で、厚労省は言いなりなのかな。ネットの反応、有識者会議で2党が言ってたことが反映されている。ツイッターで発表する有識者とか冗談きついわ。これ2位と夢のことですか。これも止められないの。自分の住んでる自治体に市民としてメールするぐらいかな。支援の定義も成果も不透明なので、やってるふりで税金が引っ張れるという。火の手が厚労省までに。むしろ火元だろ。むしろ火元。70年前の厚生省社会局長の一歩の通達でですね、未だに外国人を生活支援保護してんのは厚労省ですからね。もともとろくでもないんですよ。厚労省。もともとろくでもないの。前川喜平のがトップだった文科省も、もともとろくでもないんですけど、増税しか頭にない財務省も、もともとろくでもないんですけど、厚労省もろくでもないんですよ。国交省もろくでもないしね。ハングルだの、簡体字だの表記、一生懸命やりやがってね。ろくでもある、省庁あんのかな。防衛省もですね、20年ぐらい前ですね、事務次官がやりたい放題、やりまして、捕まったりなんかして、あとそれを許している自民党もね、外国人生活保護を許している自民党もろくでもないんですね。困難女性支援法のパブコメはですね、1月16日から明日から1ヶ月間募集だそうで、つべだけでなく、ツイッターでも呼びかけしようと思いますけれども、パブコメ、皆さんお願いします。書くとしたら、ここら辺ですかね。私がちょっと浮かんだ疑問、つらつらと。困難女性の定義は、どういう人を困難女性って言うのか。困難男性を放置する理由は何だ。現在の困窮者支援に女性支援だけ追加するのは何でなの。支援の定義と成果とは、自治体が直接に女性を支援してはいけない理由って何なの。生活保護みたいに自立支援はやるのか、それとも永遠に面倒見っぱなしなのか、子飼いで飼い殺すのか、女性額と成果の効率判定はどこが実施するんだ。自治体の直接の事業だったら会計検査院が効率判定やってます。大した効果のねですね、事業にですね、多額の税金突っ込むことは会計検査院が検査して許さない。新設団体に税金で助成してはいけない理由は何なんだ。支援団体の新規参入を妨害してないか、それ結果的に。既存団体が税金助成を受ける正当性ってどこにあるんですか。今ある団体が正しいみたいな、今ある団体にしか税金流さねえみたいな、そういうですね、そんなに立派な団体なのが既存の団体は。既存の団体の助成額と成果に効率的な妥当性ってあるのか。なんか成果出してんのか。
ぶっ込んだ税金の額に見合う成果って出てんのか、どこか検査してますか、監査してますか、などなど、書いてたら、てんこ盛りの疑問が湧いてきますね、これね。困難女性支援法有識者会議にですね、なんでニート無能がオンですか、なんだ情緒不安定なのにさ、ツイッターでキモイクモイってしょっちゅう発狂してんのにさ、コンボ、コラボ、パップス、ボンド、若草の村木敦子チームのメンバーで固められた有識者会議だったのかもしれないですね。ちなみにですね、怪しい団体の本丸と言われている若草プロジェクトの理事長は村木の旦那だそうであります。全くどうにでもですね、顔出すな、村木敦子な。これ本当の悪人って、こういう顔して、こういう笑顔で綺麗事を言うんですよ。という見本ですかね。本当の悪人。本当の邪悪はこういう顔してるっていうですね。さらに清家篤68歳っていう経済学者、人物がおってですね、赤い羽会長、日本財団委員長、厚労省労働政策審議会会長、関十字社長、全国社会福祉協議会会長を歴任しており、この人物を中心にですね、厚労省、関十字、赤い羽、日本財団、全国福祉協議会の連帯が判明と、ここ繋がってる。赤い羽が黒かったんだから、ここら辺全部ダメなんじゃねえかということも判明しております。関十字もう何もかも信じらんねえな。共産党が災害の時なんか募金募集してますけど、ほとんど共産党のために使われちゃう。赤十字じゃないと安心できないなんつって、皆さんそれ常識ですけど、赤十字もなんだかわかんねえね。これ日本赤十字だけでなく、赤十字本丸本体もなんか闇が深いんじゃないかなんて思えてきます。何も信じらんねえ。清家篤68歳が黒幕なのか、ただの担ぎやすい神輿なのかは不明なんですけど、慶応の学長もやってたらしくて、何者なんだっていう話なんですけどね。慶応大学の福祉団体とか、掘ると真っ黒いのがいろいろ出てくんじゃないかなんて思ってしまいます。まあ今後の情報待ちなんですけどね。若者、メンタルサポート協会理事長小杉沙織さん、ここは税金の助成受けてない真面目な NPO だそうであります。コラボは深夜に帰宅したくない子がいると児童相談所、失礼しました。コラボは深夜に帰宅していない子がいると児童相談所の職員を呼びつけるそうで、現場は嘆いています。そのためのシェルターを持ってなかったかっていうようなですね、暴露をいたしました。児童相談所の職員さんに聞いたんでしょうね。ネットの反応です。児相の職員を夜間に電話で呼び出しているのは自分でもバラしてました。これ自分でツイートをしたみたいですね。自白の総合奏者、自白の総合奏者。自前でシェルターあるのに児相に振るのはなんで、意味わからん。シェルターの意味ないじゃん。結局児相に投げるなら、コラボの存在意義がないのでは。避妊具配ってるだけなのか。コラボに流れてる税金をすべて自走に回せば解決と。コラボはシェルターもあんのに、保護女性をですね、比較的高額なホテルに泊まらせて、それも都に計上しとったよ。んで、全部で2900万使ってから、都は2600万しか出してねえから、セーフみたいな、そんな監査結果出てましたよ。シェルターあんのにホテルも使う。さらにはですね、休眠預金活用基金からシェルター確保用っつって1億円の助成も受けてたよ。そのシェルターはですね、保護女性に使わず、一体何に使っているのか。豪華マンションをですね、借りてですね、関係者がいいように利用してんですかね。こんな憶測言ってたら、私も名誉毀損で訴えられちゃうのかな。もしくはですね、売り物にならないブスは自走に引き渡す。可愛い子は手元に置く。という危ない意見もありましたよ。売り物。避妊具配って、売春を推進するような活動してっから、まあこういうこと言われるんですよね。まあ自業自得ですわ。全然同情しねえし、割と当たってると思ってる自分がいるしね。ひまそらさん、警察で調書作成したことを公表、とうとう逮捕者が出るそうであります。ネットの反応です。逮捕来た。誰が逮捕。失礼しました。
名前は言ってないけど近々1名逮捕されるんだってさ。犯罪予告の方じゃないか。弁護士が住所を流出させた件では、ひまそらさんに対して何件かあったという脅迫の方でしょうか。なんか知んないけど、あのコラボを追求することは女性の敵になるとか、わけのわかんない理屈で、まあ、あの各方面に脅迫行ったみたいなんですけれども、まあ、こちらも続報持ちですね。ひまそらさんの住所と本名を流出させた弁護士もかなりやばいんじゃないか、立場的に。あの弁護士として許されないことなんじゃないか、あーなんていう話はありましたけれども、まあまあこちらはいきなり逮捕とかは弁護士法違反で逮捕、あんまし聞いたことないな。客の金横領してみたいなのはしょっちゅう聞きますけどね。朝日新聞かっこしょう記事、安保法に反対する学者の会、もうちょっとなんとかなんなかったのかな、この名前。外観誘致主義丸出しですよね。日本を人民軍に差し出したいという気満々、がですね、学術会議改革法案撤回を要求。学術会議潰しだ、多様性を尊重しろ、ナチスのようになるな、出たゴドウィンって感じなんですけれどもね。ネットの話です。定型フレーズでしか物言えないから意味不明、既得権益にしがみつく言い訳が多様性を尊重。多様性って嘘つけや、一つの答えしか許さないくせに、それは多様性の統一という便利な言葉がありまして、一つの答えしか許さないっていうことを正当化してますね、共産党はね。多様性尊重してないのはてめえらだろ、役立たずだから潰すって言ってんのにバカで理解もできないのか。ああもう自費で勝手にやってれば政府に歯向かいたいなら民営化しない。なんか学術会議って内閣府の所管でですね、まるっきり政府の機関なんだけど、それで政府に逆らって外観誘致してるっておかしいよな。会員選定に外部意見を聞く、これは多様性を尊重してないことになるらしいんですよ、学者の会によれば。なんでだろうって、これこそ多様性じゃないの、いろんな意見聞きますよ。内部学術会議、既存の会員の意見しか聞かないんじゃ、新規参入させないこともできるわけだ、採用しないこともできるわけだ、自分らだけで固めちゃって、こいつらも共産党同様ですね、使用言語が我々とは違うようで、ナチスのようになるな、ゴドウィンの法則っていうのがありまして、ものすごく簡単に言うとですね、討論でナチスやヒトラーを、引き合いに出した方が負け、それしか言うことなくなったんかい、苦しすぎるぞという理由で、というのが、まあまあゴドウィンの法則の簡潔な要約なんですけど、学者の会のくせにゴドウィン知らねえのかな、パヨパヨほどヒトラーとかナチスとか、安倍はヒトラーみたいな、大好きですよね、ゴドウィン、も知らねえで、市政の一回の獣医、これは私のことですけど、もう知ってることだぞ、恥ずかしいから学者名乗んなよってね、恥ずかしくないパヨが存在しないことからですね、機能法的に日本人になんかどう思われても構わねえわって行動してっから、結果的に恥ずかしいことばっかりやっちゃって、結果的に恥知らずの恥ずかしい存在そのものが恥ずかしいになってんのかな、というふうな推論が成り立ちますね、私的にはね。まあ市政の一獣医ですけれども、獣医の仕事は老眼きつくて無理だな、もうな手術とかできねえな、老眼きつくてな、なんてちょっと、寂しいなっていうような気持ちもあるんですけれどもね。というわけで、新年会、ご応募締め切らせていただきました、誠に申し上げません。メール当院さん大募集中であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてバババって開きますんで、そちらからご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。